はい、おはようございます。今日は真夏の相模湖、ちょっとお盆開けてちょっとね水が良くないですよね。まあ、この前台風来たんでぐちゃぐちゃになってリセットされて釣れるかなと思ったんですが、全く影響なく、ほぼ変わらずな感じです。まあ、ちょっとね難しいっちゃ難しいんですけど、特にハードルアーは、まあ、一応頑張ってれば釣れると思うんで、はい、行ってみたいと思います。よろしくお願いします。ベントミノーで行って食わなくて追ってきたらエリマキっていう、まあ、ベントミノーで食えばいいんだけど、ボイルがない。いいサイトを使ってるのは何か意味があるんですか？ちょっと大きいの釣れたらいいなと。嘘じゃないけどベイトで投げれるから。なるほど、はい、いや大きいの釣りたいのも本当です。106 86、まあ投げれないことないけど、まあこっちの方が投げれるんで。エビダンス。マジかよ、一瞬食ったじゃん。一歩来た。バルナグラじゃない。そんなことないよ。あら、これだった。これが無数にいますね。多分ね、たまにでっかいのがいる。参ったね、参ったね、参ったね、参ったね。晴れてきちゃったよ。失敗したね。お、失敗した。失敗した。というちょっと釣れなさすぎの時来ちゃったからこれ。原因というの。原因？はい。まあ、台風来てちょっと降ってちょっと流れて、でその流れが止まり、台風一過で晴れ、めちゃめちゃ38度だったよね。今日も曇りとか言ってたけど、なんてことだ。何が曇りだ。めちゃめちゃ暑いですっていうのと、青子もだんだん浮いてきて表層に固まりつつあるから、あんま良くないんじゃないかなっていうか、表層だってだったら食わせやすいかなと思ってたけど、もうすでにそんなことがない。なんだろうね、もうあと脳進化バーってやるとか沖やるとか、あとはもう上流行くしかない。結構釣れないと思う今日。なんとかね、デコらないよ。まあ手のひらは釣れます、いくらでも。手のひらサイズは無限に釣れるけど、30センチ以上は全然釣れないですね。はい、ちょっと頑張ります。もう水中もサウナだね。サウナ入ってるのに肉まん食いたくないでしょ。あ
食いたくないっすね。アイス食いでしょ。アイス食いたいっすね。ただとはいえちょっと俺柴田ボートさんのホームページ見たんですけど、はい、今年の最大曲っていうのもフューチャーされてるんですよ。ほう。そのレコードじゃなくて今年の最大曲。なるほどね。はい。それが8月に出てるんですよ。8月。8月。8月2日。ほう。56センチ。3キロオーバー。すごいね。ああ、相模湖って夢ありますね。そうね。いや、うん、いやいや、いや、35センチでいいです。うん。じゃあやってみるか。おぼらい。お、釣れたね。これはバスでしょ。おーやい。すぐですよ。何やってんだ。はい、さっさとやれっつうの。何をやってるんだ。変えたらすぐじゃないか。いいですよ。大きくないけど。大きくないけど、大きいのもいるよ多分ね。おお、すごい。まっすぐ潜ってた。はい、オーバーライド 5g ね。まあ7とかでも別に全然いいと思います。ブラックに落としただけです。ブレークのどっかで食った。まあやっぱ夏メタル釣れるんですよ。ワームジャも全然みたいな。バイトの時には、まあスプライベートも追っかけてきたしね。うん、なんでちょっともうちょっとやってみます。やっぱりスピードとキラキラだね。おかしいと思ったよ。これ匂いだ。ちょっとカリーナもやってみようか。カリーナ。3.5g をスピニング。いきます。よっしゃー。大きくないかな。よし。ウェイ。まあいいや、釣れるね。お笑いでも反応全然違う。ふい、さよなら。おい、いいね。今度は 3.5g スニーク。
オーバーライドのボックス持ってこなかったらと思うとゾッとするねゾッとするよ、本当に。あ、紙一重でしたね。紙一重だよ。あ、あっと、あぶねー。なんで、なんでメタルボックスを持ってこようって。え、いや、普通に使うし。まあ、A チャンの時はよく使わない、特に。おっしゃー、連発だぜ。ちょっと下げんじゃないか、ここだ。おーやー、ちょっとでかい、やばいやばいやばい。いろいろあるからね。やばい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 。ちょっと物があるからね。いやー、いっちゃうよ、うぇー。やったぜ。キルフィッシュだね、これね。おー、いい魚。ほら、いい魚だ。いいね。セキュー。よっしゃー。楽しくなってきた。楽しくなってきたよ。最悪の日に来てしまったと思った。なんかあるとね。よし、もうちょっとやってみます。よっしゃー。うん、まちょっとでかいな、さっきでかいかもしれない。062。おお、7ポンドだ。ガチハマりだね。ルアーちゃんと落ちたら絶対食うもんこれこそライブなくても釣れるんだよ。これいうのは単純に釣れる場所と釣れるルアーが合うと普通に釣れる。まあイメージは普通だね。動かし方50センチ30センチぐらい同じペースと、もう食うのはね、あんだけしっかり両方あの刺さってるし、だいたい口の中入ってるからね。当たり発揮、もうちょんちょん食って、これが合わせるんだ、そのって言ってイージーだねよし、じゃあちょっとまあディーパーこんぐらいしていて、シャルいきますか。よし、抜け。よし、抜け。抜け、抜いた。抜け。お、抜け。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 お、気づいた。抜け。抜け。痛い。セーフ。セーフか？あの選手、魚いそうだね。よいしょ。まあ、
うわ出てきた、めっちゃ出てきた。めっちゃ、いやー一発目で食わなかったろうな。向こうで着水した後にあん中にムーンって盛り上がったの、なんかあの波紋が2つだった。うわー惜しい。もうちょっとだな。なんか来た、なんか来たよ、来た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 。違うか、ん壊れた。何これ初、初だねこれね。どういう状態ですかね、ちょっとわかんない。あ、測ればよかったな。まあでも、あっても、ぴったりぐらいだね。4級かな ?4 級的な動画。はい。すごいね。夕方は。すごい。これ、さっきのでもしかして5匹なんじゃないですか ?5 匹目だね。一応目標5匹だったかな。まあまあ。リミットメイクって。うん。リミットメイクだね。お、流れんじゃん。あ、これまさか流れるやつ。あの、このインフォメーションだけでもう達成上がってますよ。待ってるな。おお、だいぶだな。
よいしょ。おい。ほら。なんかよかったね。まあ、レイダーの上を、上っていうか、横というか、スイングした。もうカーブフォールしながら、ゆっくりと玉引きです。はい、お疲れ様でした。真夏の相模湖ということで、まあちょっと朝は、これやっべえぞという感じだったんですが、夏メタル、サマーメタル。ということで、オーバーライド、めっちゃ活躍しました。昔からっていうよりは、まあ、ちょいちょい夏メタル使うことはあったんですけど、オーバーライドも、まあ、シェードプラスアルファみたいな感じで、ちょっとゴミとか、まあ、オバングまでいかないけど、ちょっとなんかあってラインちょっともたれかけさせてしゃくるとかね、結構釣れてたので、まあ、その感じで、まあ、レイダウンも一緒ですね、まあ、サスペンドしてちょっと、まあ、休んでるってわけじゃないけど、まあ、ついてる魚をあまりね横に引くとやっぱまだまだちょっと追いついてこない感じだったんで、まあ、ギリギリやっぱりスピナーベイトをゆっくり巻くみたいな、感じだったので、メタルを、まあ、クイックにね小刻みにこうしゃくって、フォールで、オーバーライドをこう、ね、スライドフォールするんでちょっと時間稼げる、スタンド押しだとやっぱ追いつかないんだけれども、まあ、そんな感じで軽いメタルを 3.5 とこですね、使ったら連覇しました。はい、ということで、まあ、心置きなく上流行って大きいのを釣れたんで、よかったんじゃないかなと思います。はい、まだ季節を変えていきたいと思います。お疲れ様でした。